なんでこの動画今回作ったかっていうと、検索順位結構上がってるんですよ。この劣化する生地が使われてると。でおすすめの人とかってそれぞれの用途によって変わってくるんですけど、はい、本日ですねこちらノースフェイスの、神コスパ御三家をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まずノースフェイスでジャケットって検索して、結構価格安いところに行くとこの3つがバンバンバンと出てくるんですよ。まず1点目、これ何かっていうと、こちらからコンパクトジャケット、これね値段めっちゃ安いんですよ。14,300円っていう値段で、出てたりとか、次がですねちょっと雨も着たいな、雨の日も着たいなっていうマウンテンパーカーであれば、これが22,000円で購入できたりだとか、あとそれ以外にやったらですね、もう一個安い防水の方が欲しいって方は18,700円という、この3つが出てくるんですよ。じゃあこれがそれぞれどういう人に向いてて、でどういうアイテムなんかっていうところをねお伝えして、着用もしながらいきたいなと思います。まずはですねこちらコンパクトジャケットからいきたいなと思うんですけどもね、その名の通りめちゃくちゃコンパクトになるっていうことで、非常に使い勝手はいいです。で、まあ、毎年出ててカラーもね豊富なんです。だから今年の色ちょっとあんま気に入らへんなとかって思ったりしたら、まあ来年待てばね、買えるっていうのもありますし、あとそれぞれ全部そうなんですけど、こういうねスタッフバッグがついてるので、この中にねジャケットとかバーって仕込めるんで、くるくるくるって入れていくと、さっきあったジャケットがこの中にね入るぐらいコンパクトになるっていうことで、コンパクトジャケットっていう名前がついたとかついてないとかっていう噂があったりするんですけどもね、そういったジャケットということになっておりまして、これはね防風性はあるねんけども、雨とか、まあ、強風とかは無理なんですよね。だから風とかもこれで守ってくれるかってやったらそこまでじゃない、ちょっと羽織るぐらいな感じだけど、次紹介するこのドットショットに関しては雨風どんな悪天候でも対応できるっていうのがこのジャケットのいいところであるんですけど、まあ、これが今回紹介する中で唯一2万円オーバーですかねの防水ジャケットで、これはね、XL サイズで着用します。さっきのが L サイズで、今回が XL で、次がまた XL で着るんですけども、こんな感じのね、サイズ感となっております。ちょっと今回全体的に濁ってる色ばっかりですけどね、これはあくまで僕のパーソナルカラーに合うからこの色を選んでるだけなんですけど、他にもちゃんと派手な色とか、もっと違う色があったりするので、それは好きな色を選ぶのがね正しいかなと思うんですけど、こんな感じのねカッパにもなるし、ちょっとしたこう羽織物にもなるというのがドットショットですよね。そして次がこちらベンチャージャケットっていう名前でね、これもね防水なんですよ。だから雨とか降ったりしても全然問題ないように作られてて、ちょっとさっきに比べると薄いですよね。さっきもうちょっと分厚い張り腰があったようなイメージだけど、あ確かにちょっと薄そうな感じやねっていうところが分かるかなと思うんですけど、こういった3着あります。じゃあそれどれがあなたにおすすめで、私にどれがいいんですかっていうところになってくるじゃないですか。でそれを分かった上で着用すると面白いんですよ。ぴったり俺の用途に合ってるわ、それが分かってくるとね、次はもうワンランク上とかにステップしたくなるんですけど、皆さん大体僕の主産ここに行ってると思いますけども、まず一旦ここね、ここ初級編を経由して、次は中級編上級編ね駆け上がっていくっていう、まあお金はいくらあっても足りないわけなんですけども、まあそんなことでやっていくんですが、少しずつね重さも違います。このベンチャージャケットが 335g、 そして次ドットショットが 310g で、ベンチャージャケットが 225g ですので、おすすめの人とかってそれぞれの用途によって変わってくるんですけど、例えばこの最後のベンチャージャケットってこれ軽いっていうのが分かりましたね。軽くて防水で防風であるってなったら、どういう人に向いてるかっていうと、やっぱり旅行行く人とかね、それがいいやったら電車とかこう通勤で使うとかってなったりしたら、急遽雨降ってきたりしてもパッてこれ羽織ってあげれば雨に濡れることはないし、あもうちょっと暑なってきていらんわってなったりしたら、スタッフサックがついてると思ったんですが、ちょっと今見当たらないな、これついてないんかな、ちょっと分かりませんけどもね、まあこれぐらいだったら野球ボールぐらいにしてねポンって掘り込むこともできるじゃないですか。でそういう人に向いてますよね。まあもちろん黒パンでもいいんですけど、もうこんな感じでねデニムで、カジュアルに行くっていうのもまあまあ無理ではないので、こういったのはねいかがでしょうかっていうことなんですが、やっぱり薄手なので、時期的にはやっぱ春から夏ぐらいですよね。秋冬はちょっと寒いんちゃうかなと思うので、まあそういったことがあるということで、次がですね多分おそらく一番人気があるであろうこのコンパクトジャケットね、コンパクトジャケットはまあこんな感じでね、まあちょっとカジュアルな雰囲気にしてみようかななんていうことでいいかなと思います。まあ綺麗めにしようと思ったらもう黒パン履いて中無地にしときゃそれでそれでいけるんですけども、まあちょっと可愛らしい感じでいくんやったらね、まあこんなもありかなというところで、このスプリームの赤とね、ジョーダンのシカゴの赤が拾ってるということで、綺麗なコーデになってるんじゃないでしょうか。まあこれはまあ時期的にはですね春夏秋っていけると思うんですけど、まあその代わり
どこにも特化しないから、どこが素晴らしい、天気が悪い日が素晴らしいのとか雨の日が素晴らしいのって言われたら、まあ、ちょっと微妙というか、オールラウンドやからね、どこにも特化しないような、まあ、ジャケット、羽織る系のジャケットっていう感じですかね。そして次がですね、こちらのドットショットジャケットをね、まあ、着てみたいなと思うんですけど、もうねこんな感じでね、もうミリタリーな感じで遊んじゃえ言うてね、こういった感じはいかがでしょうか。一番このジャケットがね、それは機能的な、機能的ですね。雨もいけるし風もいけるし、普通の晴れの日でもいけるってなって、一番これがまあ使い勝手はいいんやけども、まあ僕はいろいろ思うことがありますけどもね、こういった感じで、着れるんじゃないかなという、まあ、以上神コスパ3選ですよね。とにかくノースレスが好きとか着てみたいなっていう時であれば、まずこの辺りは作るんですけども、じゃあそれが果たして本当に素晴らしいのかって言われると、僕個人的にはやっぱりこのクライムライトとかもう一個上に上げていった方がいいんかなと。やっぱりね、なんでかっていうと、以前この動画でも言ってますけども、劣化するんですよね、特にこのベンチャージャケットとこのドットショットジャケットはね。でそれ知った上で買う方は全然いいと思うんですよ。知った上で全然それ買い替えていったらいいやんっていう人も言ってるやんけども、そうやったん、全然知らんかったっていう人からしたらちょっともったいない。これ2万2000円で買えますけど、これ今3万8000円ぐらいなんですよ。だから倍もいかんけど、2着買っちゃうぐらいだったらこっちの方1着の方が安いんですね。でこれは10年ぐらい持ったりも全然するんやけど、こっちはもしかしたら3年であかんくなるかもしれんって考えたら、6年で4万4000円使うのか、10年で3万8000円ぐらいで終わるのかって考えたら、あとはどう考えるかですよね。服をこう長く持ちたいとかね、いいものを長く持ちたい人からしたら、あ、確かにアップデートした方がいいわって思うかもしれないし、いや買い替えてなんぼですわと、そんなもん買い替えてなんぼでしょうって、そのエコーとか言ってる場合ちゃうで言う人からしたら、それはそれでこれもありやなっていうところなんで、結構ね、なんでこの動画今回作ったかっていうと、検索順位結構上がってるんですよ。コンパクトジャケットとかドットショットジャケットとかそういうのが上がってて、僕の動画知ってくださった方の中でもね、やっぱここから知ったよって方もいらっしゃるんですよ。ほんなら、まず注意喚起ね、あのこういうのありますよと、だからそれ分かった上で買うのは全然僕はいいと思うんやけど、ちょっと知らんまま買ったら怖いので気をつけてくださいねっていうのを、毎回やった後、その基本知識を踏まえた後で、なんかラオジャケットとかね、ケンシロウジャケットとか適当なこと言いながら遊んでいくんやけど、まず初級編はちょっと大事なところやから、ここはしっかり押さえましたけど、まあ、その後の上積みに関してはもう適当に喋っててもね、まあ、なんとなく皆さんああああって聞いてくれるから、まあ、それでいいかなと思ってますので、まあ、今回は、この3つね、よく比較されるんですけど、何が違うんですかと、どうやって違いを感じたらいいんですか、このように違いを感じていただければ結構かなと思います。持ち運びは基本全部できるんやけど、特にできるのはベンチャージャケットやね、雨にも強いね、だけど劣化はするよと。でコンパクトジャケットは劣化はしない、もう長く着れるのはいいんですけど、その代わりどの用途にも特化しないから、まあちょっと雨降ったって言ったらびしょびしょになるし、まあ、風吹いたって言ったら暴風性はあるけど暴風ではないから、やっぱり風は通っちゃうのでね、そういうところで特化はしない。だからノースフェイスのロゴが欲しいっていうのでは全然ありないけども、ノースフェイスの機能を体感しないであれば、これはもう全然選択肢に入ってこないと。まあ、それぞれいいとこ悪いとこありますからね。そんなんで、まあ、最後のこのドットショットジャケットは一番ジャケットとしては性能高いんやけども、その代わりやっぱり唯一のデメリットとしては、この劣化する生地が使われてると。でこの劣化する生地はハイベントっていうノースフェイスが使ってる生地なんで、このコーティングで吹き替えてるだけなんですよ。だからコーティングが剥がれちゃうっていうのがどうしても仕方ないんですけども、まあ、他のゴアテックスなんかは、コーティングじゃないので、ちゃんとシートを挟んでるのでね、劣化しないっていう、まあ、またこれも言い出したらきりないからここで終わっときますけども、そういったことがありますので、まあ、それぞれの用途に合わせてね、ジャケット買うのもいいんじゃないかなということで、本日はですね、ノースフェイス神コスパ3選をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。